こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では本日ですね、10月21日金曜日から11月の2日水曜日まで開催されているユニクロアプリ10周年祭ですね、こちらで結構おすすめのアイテムがですねセール価格になっているので、皆さんにですねマストバイ5000ということでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、このようなねユニクロのイベントは結構定期的に開かれているんですが、結構今回は大きめのイベントなので、まあ、ぜひ皆さんもですねこの機会にこれは持っておいてまず間違いがないというものに関してはチェックをしていただければなと思うんですね。セールになって安いから買うというよりは、前から狙っていたんだけどもちょっと買えてなかったというものをですね、いつもより安い金額で買えるというのはすごくありがたいかなと思うので、ぜひこの機会を有効に活用していただきたいなというふうに思っています。僕自身もユニクロのアプリは普段から使っていまして、店舗で買い物するときにはユニクロペイを使ってるんですね。これで決済するとめちゃくちゃ早いので、ぜひ皆さんもですねユニクロの店舗で買い物される際にはこういったものを入れておくと便利かなと思います。まあ、それを使うことで今回は特典もついてくるわけですね。中でもおすすめなのはオリジナルステンレスボトルですね。これ先着順なんですけども、おそらくですね去年似たようなものがありまして、僕自身もこのステンレスのマグカップだったと思うんですが、そちらをですね結構キャンプなんかでガンガン使ったんですね。ノベルティにしてはクオリティがめちゃくちゃ高いので、ぜひねこれ皆さんもチェックしていただきたいなと思うんですね。ユニクロペイで7000円以上購入すると店舗だとですね先着順という形になるんですが、まあ、計4万人なので結構ゲットできる可能性も高いかなと思うので、まあ、ぜひね今回ご紹介する5点ですね、ユニクロのアプリ10周年記念のセールアイテムと、それ以外にもねセールアイテムをご紹介するので、まあ、そういったものをガッチャンコしながらですね7000円以上を目指してぜひこちらもゲットしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的にセールになってるアイテム皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目外せないのはですね、まだ持ってない方も多いと思うんですが、デニムジャケットですね。これは僕自身も実際に買ってですね皆さんにもご紹介してるかなと思います。まあ、僕が買った時期はまだ秋の始まりぐらいだったので、そこまでですね寒くなくて着なかったんですが、今まさにですね着るにはちょうどいいようなアイテムがこのようなデニムジャケットだとか、まあ、ショート丈、そして短めのアウターなのかなと思います。まだロングコートを着るまでではないなという時にすごく使い勝手がいいので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思うんですね。もう本当にこのアイテムはですね名作で、まあ、レビューを見ても4.6点なので、非常にですね買った方の満足度も高いアイテムなのかなと思っています。色はですね3色展開で、僕が購入したのは68のブルーなんですね。まあ、色落ちがほとんどしてないようなクリーンなデニムのジャケットになってまして、大人世代でも短丈のアウターでなおかつカジュアルなんですけども、すごく使いやすいような上品な色合いを楽しめるのかなと思いますね。まあ、デザインに関してはリーバイスの G ジャンのいわゆるですねファーストモデル、そういったものを原型としながら左だけポケットがついていて、すごくスッキリと着れるようなデニムジャケットになってまして、これはですね今季いろんなブランドからデニムジャケット出ていますが、コストパフォーマンスで言ったらもうダントツナンバーワンですね。非常にバランスがいいです。そんなに主張するものではないので、結構ユニクロのデニムジャケットを着てるという印象にもならないので、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。個人的にはブルーおすすめなんですが、まあ、色落ちのした感じ65番のブルーもですね結構仕上がり良かったんですね。色の加工ってやっぱりですね価格帯抑えめのものだとチープになりがちなんですが、すごく精巧にできているので、この65のブルーなんかでもすごくいいかなと思いますね。まあ、特にセール価格になっているので、このような色でちょっとチャレンジするのもいいと思いますし、あとは08のダークグレーですね。このあたりもめちゃくちゃかっこいいです。デニム系のものってブルーをベースにするか、グレーとかブラックをベースにするかで全然イメージが変わってくるんですね。ダークグレーを着ることで結構ですねモダンでシャープなイメージになります。場合によってはモードっぽく見えたりするので、これまたですね従来のデニムジャケットとはまた違ったアプローチができるかなと思います。僕自身ももう一着ですねデニムジャケットを今季は買ったんですが、そちらがまさしくですねブラック系の色合いなんですね。これはこれですごく使いやすかったりするので、ぜひ気になったものですね3990円ということで10月27日まで期間限定価格なので、この機会にゲットしていただきたいなと思います。
はい、続いて2点目なんですが、これは今季のユニクロ U のアイテムで僕も実際に持ってます。先ほどデニムジャケットをちょっと持ってきたかったんですが、実はあれ夫婦兼用で使っているんですね。奥さんがめちゃくちゃ気に入ってまして、今日も使ってるので持ってこれなかったんですが、こちらもですね、僕私物で持っているものなんですが、プレミアムラムリブ V ネックセーター括弧長袖ですね。これは今季のユニクロ U のアイテムになります。これめちゃくちゃ良くて普段からよく着ています。厚みとしてはチューニック厚よりも少しボリューム感があって、あぜの雰囲気ですね、縦にこのようにラインが走るような雰囲気もすごくいいですし、色合いも含めてバランスが最高でしたね。まあニットといえばここ数年は丸首が圧倒的にですね旬なアイテムだったんですが、まあ、最近はですね少しずつかつて流行していたこの V ネックが復調している兆しがありまして、白 T を着てその上に重ねて着るというような組み合わせですね。それがすごくバランスが良くてですね、襟元の雰囲気が変わるだけでだいぶ鮮度が上がってくるかなと思います。これはめちゃくちゃいいです。ざっくりとしたこういった網目ですね、こういったニットは本当に様々なショップで見かけるようになりましたし、季節感が出てめちゃくちゃいいですね。先ほどご紹介したデニムジャケットの内側に着てあげてもいいと思いますし、これからだとですねステンカラーコートとか様々なアイテムとも相性がいいので1枚持っておくと便利なのかなと思いますね。僕はですね30万のナチュラルをですね購入しました。まあ、僕はですねアウター系の色が濃いものが多いので、ちょっと内側に合わせるものは明るいものでもいいかなと思ってですねこちらを買ったんですが、結構使い勝手が良かったのでこの際買い足すのもいいかなと思っていまして、まあ、他にはですね0期のブラックと、あとは38のダークブラウンがあるんですが、まあ、個人的には次買うんだったらダークブラウンがいいんじゃないのかなと思いますね。秋らしいカラーですし、やぼったくなるようなダークブラウンではなくて、すごくですね上品さの漂うようなこの曖昧なカラーを作るのが結構ユニクロ U 上手なので、まさにど真ん中のアイテムかなと思います。こちらもですね評価非常に高くて、レビューでも 4.4 取ってますね。まあ僕は結構このレビュー見るのが好きで、皆さんがどんな感想を持たれてるのかなっていうのも一つ参考にしてるんですが、まあそこでもとても評判がいいアイテムなので、ぜひ皆さん色違いも含めてですね検討していただければなと思います。価格は2,990円、これも27日までの限定なのでね、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてはですねエクストラファインコットンブロードストライプシャツ括弧長袖ですね。これまたですねめちゃくちゃいいアイテムですね。以前にも何度かこれご紹介してると思うんですよ。僕自身も先シーズンとか先々シーズンぐらいに買ってですね結構使っていたアイテムになるんですが、このですねエクストラファインコットンシリーズ自体が非常にですね質感がいいんですよね。滑らかで微光沢があるような 100% 超長面を使っているような上質なシャツになってまして、まあ、ユニクロを代表するようなシリーズになってるかなと思います。まあ、このシリーズにはたくさんの色柄があったりするんですが、中でも僕はですねこのレギュラーカラーでなおかつストライプの幅が結構大胆に出てるようなブルーすごくいいと思ってるんですね。まあ、着こなしの中でこのようなストライプシャツって結構アクセントになるので、 T シャツの上にさらりと重ねて着るのもいいですし、今からの時期だと第一ボタンまで綺麗に締めてその上にですね短丈系のアウターを着たりだとか、先ほどご紹介した G ジャンとかにも相性がいいかなと思うんですね。トップスの中でも割と重ね着にも向いてたりするので、これ一枚あるとすごく便利なのかなと思います。まあ、サイジングはですね思い切って大きいという感じではなくて、今のトレンドに合わせながら少しゆとりを持たせているんですが、それでもワンサイズぐらい上げた方が収まりがいいのがこのシャツかなと思うんですね。ですのでちょっと緩めのサイジングで皆さんもですねトライをしていただきたいなと思っています。なかなかストライプシャツってちょうどいいですねストライプの感覚のものを見つけるのが難しくて、なおかつ素材感が良く、価格が1990円ということで、まあこれ以上のシャツって現状ですね5000円未満というところで探してもなかなか見つからないような名作だと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思いますね。まだサイズも豊富にありますので、オンラインもしくは店頭でチェックをしてみていただければなと思っています。結構体型もですね痩せ型の方からぽっちゃり体型の方が来てもですね縦長のラインが強調されてすごくスタイルがよく見えるという効果もあったりするので、これは1枚持っておいて損がないアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、こちらはアプリ10周年記念で安くなっているものではなくて、まあ値下がりしたもので皆さんにお勧めしたいものなんですが、オーバーサイズユーティリティジャケットセットアップ可能ということで、今実際に着ているこちらのアイテムですね。まあ、ユーティリティジャケットはユニクロは、まあ、通常のラインでも展開をしてますし、今僕が着ているこれはユニクロとマルニのコラボレーションのモデルですね。まあ、2種類やっているんですが、
これめちゃくちゃいいんですよ。マルリンとのコラボレーションは春夏の展開だったんですが、まあ、実際こちらって買った時からですね、僕は秋を想定してたんですね。まあ、ぜひ皆さん過去の動画見ていただきたいなと思うんですが、まさに今着るには最高のアイテムだと思うんですね。コットンでサラリとしていますし、カラーに関してもオリーブなので、まさに秋にぴったりのカラーかなと思います。もう T シャツの上とか、あとは白いバンドカラーシャツの上とかにサラリと着るだけですごくハマりがいいので、僕自身は今買うのがもう本当にベストかなと思います。価格も3990円ということで、アウターでこの価格、なおかつマルニとのコラボですよ。そのあたりも考えるとめちゃくちゃコストパフォーマンスが高いかなと思うんですね。まあ、ユニクロマルニのコラボって結構派手なものが多かったんですが、その中でも結構堅実で使いやすいのがこちらのアイテムかなと思います。大きめのポケットがですね、腰に2つついていまして、あと後ろから見た時にもこちらですね、ちょうどお尻の上ぐらいですね、この腰の位置にも一つ同じようなポケットがついていまして、前から見ても後ろから見てもですね、非常にこう特徴があって使い勝手のいいアウターになっています。肩ものラインもこのあたりになってまして、最初から落ち気味で今っぽさもちゃんと漂いつつも、大人の男性にもすごく使いやすいような、割とですね木を照らしすぎてないアイテムなので、すごく使い勝手がいいと思いますね。まあ、今年のトレンド感のあるような丈の短いアウターとして、まあ、ジージャンよりはちょっと長いですし、ロング丈のコートよりは短いというところで使い勝手めちゃくちゃいいですよね。今はですね、僕は T シャツの上にサライト着ていますが、先ほどご紹介したような白 T と、あとは V ネックのセーターですね、そのような重ね着の上に着てあげてもいいと思いますし、様々な着方が想定できるので、これね絶対持っておくと便利だと思いますね。まあ、結構ですね、春に買ったもので秋にも対応できるもの、逆に秋に買って春に対応できるものがあったりすると、まあ、2シーズンは使えるのでね、結構便利かなと思っています。結構これは穴場だと思うんですね。まだサイズ展開的には XS から XXL までちゃんと豊富に揃っていますので、ぜひねこの機会に隠れた名作で今すぐ使えるアウターとして、こちらのユーティリティジャケットをチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、これまたユニクロ U のアイテムになってくるんですが、ウールブレンドシャツジャケットですね。これのダークグレー、個人的にはめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思います。価格はですね、値下げしまして7990円ということで、ぐっと買いやすい価格帯になってきたかなと思っています。まあ、このあたりのですね、丈短い系アウターはすごく便利で、先ほどご紹介したですね、マルニとユニコーのコラボレーションのものはコットンだったんですが、こちらはですね、ウールがブレンドされているようなコンボ素材になってまして、より秋から冬にかけてまで使いやすいようなアイテムかなと思います。僕はですね、似たようなアイテムをプラス J で昨年購入していたんですが、ものすごく使ったんですよ。めちゃくちゃ便利で、個人的にはこの手のアイテムというのは他に2着ぐらい持ってるぐらいですね、使い勝手がいいなと思ってるんですね。似たようなものがたくさんあるので僕自身は買わなかったんですが、もし去年プラス J で似たようなものがなかったら確実にこれ買っていたと思います。丈の長さとしては、先ほどのようなマルニとのコラボレーションぐらいのですね、お尻が半分ぐらい隠れるかなっていうぐらいのですね、長さになっていまして、短すぎず長すぎずというところで使いやすいというところ、あとは表面の質感ですね。ウールがブレンドされていることで暖かさだとか上品さというところが出てくるというところですね。あとはダークグレーの都会的でシャープな雰囲気も漂うので、このあたりも含めてですね、非常に使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。先ほどのですね、ユニクロマルニのですね、アウターがおそらくですね、10月末から11月初旬ぐらいまでは使えるかなと思うんですが、それよりもさらに先ですね、12月中旬とか、場合によっては重ね着をすればですね、12月いっぱいぐらいまではこのアウター使っていただけるかなと思います。内側にはこちらのサイトにあるようにパーカーで合わせてしまうと結構ですね、重ね着ができるので、全然これでも冬越せるという方もいらっしゃるぐらいですね、あったかいと思います。僕は結構ロング丈のコートの見た目は好きなんですが、リアルに使うのであれば短めの丈っていうのがめちゃくちゃ使い勝手が良くて、意外と真冬でもこういったものを使うんですよね。そういった点ではユニコーンのインラインだとかコラボレーションのものだとか、全て見た上でも冬の短丈系アウターはこれがすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひセール価格でチェックをしていただきたいなと思います。ユニクロ U のアイテムの中では比較的ですね、注目度はそんなに高くなかったアイテムだと思うんですね。
そこまで派手さもないですし、去年プラス J で同じようなものをやってたので、そこまで注目されていませんでしたが、使い勝手めちゃくちゃいいし、価格がこれぐらいになるとさらに買いやすくて、皆さんにもよりおすすめしやすいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では本日ですね、10月の21日金曜日からスタートしましたユニクロのアプリ10周年記念というところでね、安くなっているものがいくつかあったので皆さんにご紹介させていただきました。まあユニクロのアイテムというのはものすごくトレンド感が強いというものはそんなにないんですね。あくまでベーシックプラスアルファのトレンド感なので、今年買っても数年使えるようなものが非常に多いかなと思うので、まあ、ぜひセール価格になったこのタイミングで買い揃えるというのも、まあ、賢い選択かなと思います。まあ、今回はデニムジャケットですとかユニクロ U の V ネックですとかストライプのシャツですとか、このあたりをご紹介しましたが、他には MA1 とかそういったトレンド感のあるものなんかもおすすめですし、部屋着からワンマイルウェアとして活躍するようなスウェットシャツ、これも名作で、もうレビューもね857件ついてるような名作もあります。ぜひオンラインもしくは店舗でこれらの商品をですね確認していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関してましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。またなかなか動画をゆっくり見る時間がない方のためにですね、オンラインサロンも開催をしています。そちらではですね、文章と写真ベースで1分程度でサクッと読めるような記事をですねどんどん配信をしてますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。